日本東京都板橋区3円3円は東京都板橋区の町名。現行行政地名は3円1丁目及び3円2丁目。住居表示実施済み。郵便番号は175-0091。3円は板橋区の西部西端に位置する。北で新加岸、東で高島平、南東で赤塚、南西和でなります。西で。 埼玉県和光市白子、下にいと隣接する。県境は、急流路が採用されているため白子川を越えて、和光市白子に食い込んでいる地域もある。板橋区の西端にあたり、西辺をもって東京都、埼玉県境をなしている。町域中央を東西に走る都道高島通りを、境界に南部が三円一丁目、北部が三円二丁目である。 南側の3円1丁目には、住宅地、商業地、北側の3円2丁目は3円浄水場が大半を、占め、地図で見る限りでは、完成なイメージがあるが、この部分に凄まじいほどの輸送トラックの抜け道がある、ため、初見の人はそのあまりの混雑に度肝を抜かれることが、多い。住宅地の地下は、2017年1月1日の、工事地下によれば、 3円1から44から25の地点で29万千円平方メートルとなっている。当該エリアは1871年11月に、浦和県から東京府に編入され、1889年北、豊島郡赤塚村の一部となった。1932年東京市板橋区となった後、住居表示実施に伴い3円が成立した。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域に駅は存在しないが、以下の路線、駅が利用可能である。ありがとうございます。